JR 中央線武蔵小金井駅南口イトーヨーカドー武蔵小金井店3階、地元の皆様に愛されて64年、安飲繁昇の眼鏡店、メガネの前田でございます。こんにちは、メガネの前田の前田でございます。本日もエフェクターのイーブンマットブラックをかけております。そして今回は、待望の新作エフェクターの待望の新作が、入荷してまいりましたので、そちらの方をご紹介してみたいと思います。大人気エフェクターの商品は、中央線西荻窪より、西側ではメガネの前田のみ、取り扱いの限定商品となっております。こちらが今回ご紹介いたしますエフェクターの新型モデル、ゲインになります。今回、2色入ってきております。ブラックと、ブラックのカモフラージュ、こちらの2色が入ってきております。こちら、ブラックになりますが、スクエア型の、エフェクタースクエア型というのはそんなに多くないんですが、やや天地浅めの、スクエア型で、この辺の、少し曲面をよく生かした、非常に、おしゃれなモデルとなっております。どっちかと言いますと、天地浅めなんですが、横幅はしっかりと取ってありますし、なおかつ、エフェクターらしい 8mm の生地厚を使っておりますので、存在感もある、引き締まった1本となっております。こちらが、黒、そして、こちらの方が、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ブラック、カモフラージュ、パズとかで非常に人気のありますカモフラージュをこちらの新モデルゲインにも採用しております。この新型のゲイン、エフェクターのホームページでも紹介されております。ぜひ一度ご覧いただきたい新型モデルのゲインです。よろしくお願いいたします。はい、エフェクターの新モデルゲインのブラック、カモフラージュ、私かけてみました。どうでしょうか。非常に、天地はやや少し浅めのスクエアモデルなんですが、エフェクターの中ではスクエアモデル非常に少ないので、非常に貴重な、モデルと言えると思います。書く心地も、非常にいいですし、何と言いましても8ミリの生地厚を使っておりますので、エフェクターらしさを、体現しているモデルの1本です。こちらちょっとブラックカモフラージュ、あんま近くに行かないとちょっとカモフラージュわからないかもしれないんですが、非常に人気のあります新色ブラックカモフラージュ、ゲイン、ぜひご覧いただきたいと思います。